フィスクは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。エドサル級の一隻。艦名は、ブラッドリー・エーフィスク海軍少将にちなむ。フィスクは1943年1月4日に、テキサス州オレンジのコンソリデーティッド鉄鋼会社で、寄港、3月14日に、HG チョークレイ夫人によって、浸水、8月25日に、艦長、RP オーカー少佐の指揮下収益する。 1943年11月12日から25日まで、フィスクは、ノーフォーク、パナマ運河地帯のここソロ、ニューヨーク間で、船団護衛を行った。12月3日、フィスクは、ノーフォークを立ち、ノーフォークとニューヨークからカサブランカへ向かう船団の、護衛に3回従事した。1944年4月20日、3度目の、船団護衛中に、船団は、 地中海西部でドイツ軍の雷撃機の攻撃を受けた。だが、フィスクの射程内に入った敵機は一機もなかった。カサブランカへの戦団護衛任務を終え、1944年5月21日にニューヨークに戻ったフィスクは、6月10日に護衛空母、ウェイクアイランドを中心とするハンターキラーグループに加わった。5日後、そのグループは大西洋へ出撃した。 7月20日から24日までカサブランカで補給を行う。8月2日、フィスクとダグラス・エル・ハワードは分破され、発見した敵潜水艦 U-804 に接近した。U-804 はすぐに先行したが、護衛駆逐艦2隻はソナーで U-804 を捉えた。そして、 攻撃に入ろうとしたとき、フィスクの右舷中央に魚雷が命中した。10分も経たないうちにフィスクは2つに折れ、放棄された。33名が戦死し、50名が重傷を負った。生存者はすべて護衛駆逐艦ファークハーに救助された。フィスクは、第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖章を受賞した。ありがとうございます。